こんにちは。本日はですね、こちらですね、見えますか、明日ですね、明日に迫りました、東洋&WBO アジア太平洋、フェザー級王座統一戦の、勝敗予想をねしていこうと思います。はい、まずですね、東洋王者の清水聡選手のプロフィールとしましては、成績が10戦9勝 9KO1 敗と。で、身長が180センチのリーチが181センチの35歳。で、ロンドン五輪では、バンタム級銅メダル獲得と。で、リオ五輪にはね、残念ながら、出場できず、まあ、ここで、まあ、プロ転向を、決意されると。で、4戦目での、東洋王座獲得は、国内最短記録と。で、前回は、殿本選手を相手に、同王座をね、5度目の防衛に成功して、今回森武蔵選手を迎えると。で、森武蔵選手は、戦績が12戦12勝 7KO で、身長が170センチのこれリーチが、申し訳ございません、ちょっと不明との21歳。で、前回は大橋ジムの為田選手を相手に11ラウンド TKO 勝利を収めて、同王座の3度目の防衛に成功しているというところで、で、今回、清水聡選手を迎えて4度目の防衛並びに、東洋王座獲得を目指すといったところですね。はい、まあ、皆さんはこの一戦どう予想されますかね。まあ、個人的にはちょっとこれね、非常に難しいんですけど、まあ、35歳で豊富なキャリアのある、清水聡選手、21歳で勢いのある、森武蔵選手といったところですよね。まあ、本来であれば、やっぱりボクシングの、キャリアというかね、アマチュアでのキャリアが170戦150勝20敗の豊富なキャリアのある、清水聡選手がやっぱりボクシングのね、幅ではあるのかなっていう気はするんですけど、やっぱりプロの土俵で今、勢いのある、まあ森武蔵選手が若干今回の試合に関しては有利かなって自分は思ってますね。まあ、勝敗予想をするのであればね。で、まあ、予想としましては、まあ、判定になるかなと、判定で森武蔵選手かなって自分は思いますね。はい、まあ、清水選手もね、勝ってきた試合が全部 KO っていうところでね、ダイヤモンドリフトなんていう風に言われてて、まあ、その年齢がね、35歳って今多分一番ね、いい時期だとは思うんですけど、まあ、これがどうなるかですよね。で、その若手のこの勢いに押されるか、若手の勢いをその技術経験でカバーできカバーっていうかね、そこで壁になるかっていうところだと思うんで、なので、まあ、この一戦に関しましては、まあ、森武蔵選手勝利かなっていうふうに自分は思いました。はい、まあ、皆さんもね、いろいろ意見あると思いますし、この試合もう本当に難しいと思いますので、ぜひねコメントがあれば、よろしくお願いします。はい、以上です。